送席、放送席、今日のヒーローインタビュー、プロ2年目見事初勝利を挙げました戸田投手です。戸田投手、左手にジャビット人形を持っていますが、ウィニングボールも見せてもらっていいでしょうか。はい、今改めてウィニングボール、初勝利のボールを手にしてどんな思いですか。先発ではなかったんですけど、勝ちがついて、はい、すごい嬉しいです。最後9回はピンチの場面でしたが、どんな思いで見ていましたか。もう大勢さんなら、抑えてくれると思ったので、信じて見てました。今日は先発のアウトを受けて4回一打同点というピンチでしたが、あの場面どんな思いでボールを投げ込んでいきましたか。やっぱり気持ちで負けたくなかったので、はい、強い気持ちで投げれてよかったと思います。今年は決め球を磨いていきたいんだという話もありましたが、今日投げた14球1球1球に魂がこもっていたように見えました。そのあたりどうでしょうか。本当に一球一球が勝負だと思っているので、一球一球を大事に、投げたいと思います。戸田さんは独立リーグを経て育成、そして支配下を勝ち取ってようやく掴み取ったプロ初勝利です。改めてこの初勝利、誰に報告したいですか。そうですね、まず親と、関係者の皆さんに初勝利を伝えたいと思います。トラ投手を支えた全ての方が喜んでいると思います。さあ、これでトラさん、チームも5連勝で7勝1敗となりました。素晴らしいスタートラッシュを切りましたが、特に投手陣は若いピッチャーが大活躍しています。刺激になっていますか。はい、そこの一員としてこれからも投げていきたいと思います。さあ、明日以降も戦いが続きます。ジャイアンツさんに向けてメッセージをお願いします。2年目の戸田夏樹です。任されたところを、一球一球全力で投げたいと思います。応援よろしくお願いします。素晴らしい活躍でプロ初勝利を手にしました戸田投手でした。放送席どうぞ。